それから最後になりますけれども、健康運動スポーツに関する県民意識調査の、結果がまだ速報ですけれども一応取りまとまりました、もっと詳細な分析等はまだ時間がかかりますけれども今の段階で発表させていただこうと思います。まず調査期間は昨年の12月一月かけて行いまして1200人を対象に回答445人と、男女大体半々となっております。で、まず調査結果の概要ですけれども、ご自身の健康状態約8割がですね自分は健康だと感じていらっしゃると。また健康保持のや増進のために日常心がけていることとして、過労に注意して睡眠や休養を十分にとるとか規則正しい生活を心がけるといったものが多くなっております。からご自身の体力については約 58% が体力に不安を感じているという回答になっております。また普段の運動不足については80% 以上の方が普段運動不足だと感じておられる。から運動スポーツの実施状況ですけれども1年間に行った運動スポーツ、散歩とかウォーキング、アルコール運動などが 57.5%、6割近い。あと体操、ストレッチ、ヨガなどが 31.9%。で、こういうから回数でいうとですね、週に1回以上というのが 45.3%、週に1日以上というのが 45.3%。逆に言うとですね、それ、月に1、2回とかですね、そういう何ヶ月かに1回とか習慣化されてない方の方が半分以上になっているとこういうことでございます。それから運動スポーツへの取り組みとしてはですね、運動スポーツを行いたいと思うができていないというご回答が 56.4%、 もっと行いたいというのが 21.8%。 そうすると合わせるとですね8割を超す方がもっと運動やスポーツを行いたいなと思ってらっしゃるということかと思います。で、行政への要望としてハード面とソフト面聞きましたけれども、ハードの面ではですねここにありますように県に求める施策としては多目的な全天候型の施設整備が 42.7%、 体育館など屋内スポーツ施設整備が 30.1%、そういう意味では多目的な全天候型では一番多くなってますし、また全天候型の多目的施設の整備については、必要かとお聞きしましたら約 70%、 詳しくは 69.7% の人が必要だという答えになっております。その内訳としてですね、施設の統合行財政を考慮した上で検討すべきだというのが52.6%、 前向きに検討すべきだというのは 17.1、 合わせて 69.7 と、こういうことでございます。またその理由もその下に資格の中に書いてありますが、必要だと考えた人のうちですね、その理由として近県にも整備されつつあるので本県にも冬場でも活用できる施設が必要というのが 35.7%、またその下のスポーツ大会や文化イベントが開催できる新しい施設が必要というのが 31.2%、その下にもうスポーツをする人見る人云々というのもありますし、4番目、老朽化施設や利用率の低い施設の廃止を考えるきっかけとなるというやや行財政のこともいろいろお考えになった答えが 29.9%、こういうになっております。それから施設整備する施設の概要、これも必要だという方の中の内訳ですけれども、理由としてですねバスケットやどんなものがいいかという内容として、バスケットや柔剣道場など屋内競技場の全天候型アリーナがいいというのが 42.8%、
からサッカーやラグビーなど屋外競技用の全天候型屋内人工芝グラウンドがいいという人が 18.6%、まあ、こういうふうになっております。からあのこういった施設、全天候型の施設が不必要だという方は、25.4%、約 25% になっておりまして、まあ、その理由はその下に記載の通りで、まあ、ございます。まあ、あった方が良いが、人口減少が見込まれる中、県の財政が厳しくなるといったご意見、などもあったということでございます。から、施設整備面以外ではですね、県民が気軽に参加できる各種スポーツイベント教室の開催が 37.5、 からスポーツ施設のサービスや機能の充実が 34.6、 高齢者の健康体力づくりというのも 27% ほどございますというようなことでございまして、まあ、今後ですね、この属性、分析調査などももう少し時間がかかりますけれども、まあ、今後こうした県民の皆さんの、まあ、意識、ニーズも踏まえてですね、こうした健康の問題、運動スポーツの問題、対処していきたいなと思っている次第であります。以上で私の説明を終わらせていただきます。